ケプラー四十七 c またはケプラー四十七 c c とは地球から見て白鳥座の方向に四千九百光年離れたところにある G があった主系列星と赤色外星からなる連星を公転している終連星惑星である二千十二年にケプラー宇宙望遠鏡によって発見されそれまで発見されていた終連星惑星ではケプラー十六ビットケプラー三十四ビット ケプラー35ビット、ケプラー38ビットに次いで5例目である。BBC はケプラー 47C を、スターウォーズに登場する架空の修練性惑星、タトゥインのような惑星と例えた。ケプラー 47C は2つの構成からなる連星。ケプラー47全体を公転しているため、修練性惑星と呼ばれる、珍しい分類に属する。 ケプラー 47C はケヘプラー47の共通重心から 0.989AU 離れたところを303.15に近けて公転している。当時発見されていた修練星惑星では一番外側を公転している惑星だったが後に発見されたケプラー1647ビットに記録を大幅に更新された。ケプラー十七 c はケヘプラー十七の ハビタブルゾーン内を公転していると考えられている。しかしケプラー 47C は固い地殻を持たないガス惑星とされているため、そこに生命が存在していけるかはわかっていない。しかし、周囲に大型の衛星があれば生命が存在していける可能性はあるとされている。ケプラー 47C は地球の4.61倍の半径、23.17倍の質量を持つ。 これは天皇星の1.155倍に相当し、ケプラー 47C は天皇星サイズのガス惑星とされている。ハビタブルゾーン内を公転しているため、表面温度は245系と推測されており、生命が存在するには適度な環境であるとされている。ケプラー 47C は明るい水蒸気の雲を持っていることが示唆されている。ありがとうございます。